気合と根性無限大マグースインフィニティー降臨。マングースインフィニティの受験の心得までしっかり解説してくれる服部平次パート3。ちゅんことは何かこと、昼飯は油っぽいものが消化するのに余計にエネルギーがかかるから、その分を頭に回すためにヘルシーで栄養バランスが考えられたものにした方がいいってことかいな。まあよ、ハットリー、アバサ博士が作った最新のロボットに頼んだから完璧だよ。あれれ、おかしいぞ。やっちまったよ、ハットリー。一粒でもいいんで米を分けてくださいませんか、ハットリー。なんでやけど、なんで煮干しとチーズ一袋なんやけど、なんでステータスカルシウム一点張りなんや。くどー。非日常版名探偵コナン、狂乱のライフジュエル。